こんにちは。株式会社こだまガラス、こだまです。今回はテーブルトップの上に置くガラスのサイズの測り方、四角形編ということで、ダイニングテーブルやリビングテーブルの天板の上に置くガラスの採寸方法についてご説明いたします。テーブル天板の縁がほぼ直角の場合、スケールで縦と横のサイズを測ってください。ガラスサイズは天板と同じサイズで特に問題ないですが、ガラスの端が気になる方は1ミリから2ミリ若干だけ小さめにするのをお勧めいたします。テーブルの縁が丸くなっている場合、テーブルの縁が丸かったり段差があったりするとスケールの先端が引っかからないため、この場合は100ミリの位置を端に合わせて採寸するとやりやすいです。採寸後、目盛りの数値から100ミリマイナスするのを忘れないようにご注意ください。テーブル天板の四隅が丸くなっていたり斜め45度にカットされている場合、この場合はまずウェブサイトから角 R もしくは角 C の型紙の用紙を出力します。この時に縮尺が変更しないように出力し、用紙のこの部分が30ミリになっているかご確認ください。用紙を出力しましたら大体の目安を確認し、少し大きめのサイズのラインから順番にカットしていくとやりやすいです。小さめのラインでカットしてしまうと合わせにくくなるのでご注意ください。周囲を1ミリずつ小さくする場合は R の大きさも1ミリだけ小さくオーダーすることなども可能です。以上、テーブルトップの上に置くガラスのサイズの測り方、四角形編でした。その他ご質問などありましたら、ウェブサイトからご相談いただくか、株式会社こだまガラスまでご連絡ください。ここが重要な、あ、違うな、ちゃうな、まだやな、30か。まだ違うな。合いました。どうぞ。完璧です。これ合ってますよね。私がおかしい。小さい方から切るとこれはもうぐちゃぐちゃになるやんか。この、はいはい、これ、これまっすぐがどこか分からへんの、これ、はいはい、こっち合わせて、これとこれが今直角になってるかどうかが分からへんの、多分。これがこうなってるのかこうなってるのか、だから、まあ、あのどっちか言うたら大きい方から確かめていくと、この状態で残る。この状態やったらちゃんとこう、こう直角になってるのが分からない。ちょっと木型出してあげるから、ちょっと木型出してあげるから。毎週木曜日に動画を公開しています。ガラスに興味のある方はチャンネル登録をお願いします。ではまた来週。